式波は日本海軍の駆逐艦。吹雪型の12番艦である。艦名はしきりに寄せる波に由来し、この名を受け継ぐ日本海軍の艦船としては、式波型駆逐艦。式波に続き二代目にあたる。バイズ工作部で建造。一等駆逐艦に類別された。磯波、浦波、綾波と第19駆逐隊を編成した。 日中戦争に際しては1937年、上海、甲州湾上陸作戦に参加。太平洋戦争では南方進行、ミッドウェイ海戦、ソロモン諸島、ニューギニアの諸作戦に参加。このうち、1942年のバタビア沖海戦では、米従巡、ヒューストンの撃沈に貢献している。その後、南方で海上護衛、紹介活動に従事した。 1943年6月、マカッサルで爆撃を受けて損傷した、軽巡洋艦、キヌオ、軽巡洋艦、クマと共にスラバヤまで護衛した。7月22日、スラバヤで空襲により5名が戦死した。1944年8月1日、シンガポール沖にて座礁事故を起こすも、離礁に成功する。応急修理の後、 本格的な修理を受けるために非72戦団の護衛に協力して内地に向かうことになった。しかし、9月12日01号後、戦団は米潜水艦、グロムラーの来撃を受ける。戦団護衛部隊機関の解剖艦、平戸に魚雷一本が命中。平戸は閃光と水柱に包まれ、それが消えると同時に海上からその姿を消し、 護衛司令官の梶岡貞道少将が戦死してしまう。機関を失い、混乱する戦団は、米潜水艦部隊の来撃により、被害が次々に増える中、式並みは対戦相当を行っていたが、065号、北緯18度16分統計114度40分、北緯18.267度統計114.667度、18.267 11、18. 114.667の、 海南東東方洋上で、グロウラーのサイドの来撃で、魚雷二本が立て続けに命中して4分で沈没した。駆逐艦長の高橋達彦詳細下上院200名、あまりが戦死し、上院67名が、解剖艦ミクラに救助された。1944年10月10日に除籍された。艦長たちの軍艦誌277から278ページによる、 ありがとうございます。